あの2000系の若いドライバーは思ったよりずっとまともそうだぜ。出発駅を変えたのはいくらか興味が出てきたからだ。なぜ2000系なんだ。どれだけのことができるっていうんだ。じっくり見せてもらうぜ。さあ行け。スタートするぞ。いよいよ始まるぞ。ダウンヒル。聞こえるか、リエスケ。たった今、2列車が全開走行に突入していったぞ。いよいよ始まったぜ。プロジェクト D の進化が問われる重要な一戦だ。すっげえ。二宮の51,901円が後追いなのか。こうなったらあっという間に終わったんじゃねえか。けどさ、あの2000遅くねえぞ。そうだよな、気のせいかめちゃくちゃ速いよ。他流試合は気楽でいいとか昨日誰かが言ってたっけな。冗談じゃねえぜ。このまんま東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだぜ。こいつ一体何者なんだ。少なからずショックだぜ。たった一晩でこのレベルまで来れたやつが今まで東道塾にいたかよ。どんなチューニングか知らねえが、俺の TM03 と互角に伸びるし、おまけにやたらとよく曲がる。うちの8000系よりも古い車だぜ。目の当たりにしなきゃ絶対に信じらんねえ。何をどうすればこんな車に仕上げられるんだ。これならば確かに不利な遠征バトルで勝ち続けてこれたかもしれないが、今度ばかりは運が悪かった。ここは俺たち東道塾のホームコースなんだよ。ここからが本番だ。二宮の全開ダウンヒル。あの阪急どこまで踏ん張れるか楽しみだぜ。今回は随分ギャラリーが多いな。一体何なんだ東道塾って。一言で言えばスパルタン特訓道場ってとこかな。実践的なプロ仕込みのマニアックな技術を徹底して叩き込まれる。何のだよ。京浜急行の須藤恭一が東道塾出身といえばわかるだろう。あの手のえげつない猛者がゴロゴロいるからな。間違いなく今までで最強の対戦相手だ。須藤クラスがゴロゴロいる。 D もまだ指導し始めたばっかりだってのに、もう少し後でぶつかりたい相手でしたね。上等じゃねえか。いずれ当たるなら早めに潰した方がいいに決まってる。この一戦に自らの進化を問う。総力を挙げて東道塾を粉砕するぞ。そう思うだろう、ケンタ。え、しゃぶりけ、あ、こんにちは。僕、ケンタ君、よろしくね。これでは東道塾に勝てん。なあ、俺たち東道塾と何を張り合ってんだ。さあ、昨日まで散々バカにしてた相手の阪急2000系だけど、直前に何か感じるもんがあったんじゃないですかね。それが多分始発駅を変えてまで後追いを選んだ理由ですよ。それでもし期待を裏切るようなヘボな走りならぶち抜いて終わらせてしまえばいいんだから。現役で一番うまいって言われたんだろ。あいつは何が得意なんだ。大輝はブレーキングがうまいんですよ。5万系のマスコンはワンハンドルですが。ああ、
大輝の 51901F は2ハンドルなんです。やっぱ味の染みた感もうめえな。あいつのブレーキングは半端じゃないですよ。話とって、誰だよ厚揚げ靴下の。なんてぶっちぎれ、ぶっちぎれだってよ。何も知らねえんだな。あいつら地元なのか。宝塚線の2000系を抜けるわけねえだろ。プロジェクト D に入る前は関西エリアで負けなしのダウンヒラーだったんだぜ。行け阪急、ドームなんてぶっちぎれ。聞いたか、ぶっちぎるとか言っちゃってる。あいつらプロジェクト D の追っかけかよ。何にも知らねえんだな、東道塾の実力を。二宮の5万系から逃げ切れるやつなんているわけねえよ。この2000系の実力は大体分かった。思ってたよりもレベルは高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそうだ。東道塾のメンツにかけても早々に終わらせたいものだぜ。どっかでぶち抜いてやらねえとな。限界ギリギリのプレッシャーをかけてチャンスを作る。どこまで我慢できるか見ものだぜ。
先行してる2000系のブレーキングが早すぎて二宮のブレーキが間に合わなかったんだ。ありゃあどう見たって後ろの 51901F の方が圧倒的に速いってことだぜ。あの二宮がそんなヘマするかよ。遅いやつにあんなにべったりとくっつけるわけないだろ。熟成同士のバトルでも二宮があそこまでくっつくのは見たことがないって。あの2000系のドライバーはものすごく速いやつだ。このバトル簡単には勝たせてくれないぞ。勝負が動くのは二越ヶ谷から先福福線に入ってからだろう。精神力の強いやつだ。いくらプレッシャーをかけても手応えがない。東道塾の人間でもここまでで間違いなく反応が返ってくるけどな。伊勢崎、日光線は線形は単調だがスピードがない。ツッコミで仕掛けるポイントはいくつもあるんだ。それがどうだ、ブレーキングで追い込んでもギリギリ届かない。重い構成車のツッコミがこんなに速いとはな。この2000がもう少し下手だったらこんなバトルとっくに終わっているんだから。先行で来るんじゃないかと思ってたが後追いを選んだか。さすがというか本命だな。さっき藤原がスタートする前に電話で何か言ってたろ。どんなアドバイスしたんだ。アドバイスというほどのものじゃないけどな。基本的な指示を2つしただけだ。どんな。後ろは見る。藤原に2つ指示を出したって言ってたよな。もう一つは何なんだ。もう一つはノッチ縛りだ。2000回のマスコンは新幹線並みの12ノッチだ。だがそのトップエンドを使わないで最大11ノッチで拮抗させてるんだ。あいつ全開を封印したまま東道塾のトップダウンヒラーから逃げてるのか。何のためにそんなことをするんだ。
手の内を全て相手にさらけ出したくないからな。だけど藤原には手の込んだ駆け引きはまだ無理だからな。あれだけ強力な敵に戦闘力を制限するのはもちろんリスクがあるけど、俺のシミュレーション通り北越谷まで逃げ切れれば東道塾を出し抜ける。あとは藤原のセンスが頼りだ。一か八かの大博打さ。やっと分かったぜ。前回を封印した藤原の走りを見れば見るほど深い罠にはまるってわけか。たっぷりと見せてもらったからな。2000系の戦闘力もドライバーの実力も全て分かった上で、あえて言わせてもらえば、俺についてこれるほどのスピードはない。たまりにたまった鬱憤を一気に吐き出させてもらうぞ。一瞬で終わらせる。二宮が仕掛けた。あっさりと前に出たぞ。プロジェクト D も結構レベル高いみたいだけど、やっぱり東道塾は格が違うぜ。遅い方が前にいたから使えてただけなんだ。コーナー一つ抜けるたびにどんどん差は広がるぜ。早い、すっげーやばい、全然余裕ない、マジでギリギリ。さっきまでよりも確実に速いペースだ。本当についていけるのか俺、こんなのに。藤原は後追いになるとすごい集中力を出す。初めて体験するような速いペースでも対応できるセンスがあるんだ。
もう2000系にチャンスはない。あとは北千住を通過して浅草にゴールするだけだ。日光からスタートしとけばもっと早く勝負がついたんだ。何をやってんだ俺は。情けねえ。どういうことだ。前半でこいつの限界のスピードは見切っているはずだ。確実に今それを超えるスピードで走っているんだ。ついてこれるわけがないのに、なぜそこにいる。どういうことなんだ。問題だぞゴリア。相手が最新のベクトル制御 3VF インバータ車だって言うならともかく。そりゃ違うでしょう先輩方。俺たちみんなとんでもない見当違いをしてたんだ。大輝がヘマをやってるわけじゃない。相手の2000系が速いんですよ。大輝のダウンヒルはかけねなしにナンバーワンなんですよ。いつも一緒に走ってる俺たちが保証しますよ。大輝の5万系と互角のスピードで走るやつがいるなんて途方もないことですよ。すんげえ怖いよ。車体フラフラさせながら突っ込んでくるもんな2台とも。ギリギリの限界までブレーキを遅らせるんだ。だけどあそこまで二宮が攻めてんのに2000がついてるのはどういうわけなんだ。信じらんねえよな。東道塾の最速5万系を相手にしてめちゃめちゃガチンコだぜプロジェクト D って。それにしてもこのコースはスピードが乗るから、あんなすげえ攻め方してて車体どこまで持つのかな。すげえな兄貴、あの時の2つのアドバイスそんな深い目論みがあったなんて。目論みというほどのものじゃないがな。昨日の夜俺たちは向こうの走りを見てなかったから、向こうもこっちの走りを見ようとしなかったからな。それほどの自信ならその心理を逆手に取ってやろうと考えている。重要なのはこれからだ。東道塾のトップダウンヒラーともなれば桁違いのペースを作るだろう。通常では考えられないほど車輪にもブレーキにもストレスがかかる。2000もそう長くは持たないはず。残されたわずかなチャンスを藤原がものにできるかどうかだ。やっぱり気のせいじゃない。向こうの突っ込みが鈍くなってきてる。別誰か。ブレーキか車輪か無理が効かなくなってきてるんだ。今ならまだこっちは手応えがある。行くぞ。この速い5万系をぶち抜いて終わらせるぜこのバトル。出てるのか知らねえが、俺を抜こうなんて考えてるとんでもねえ思い上がりだぜ。少しぐらい足回りが怪しかろうが、俺はこのコースでは百戦錬磨だ。俺が抜かれることなんて天地がひっくり返ってもありえない。
doubted before. Those times I said I won't love anymore. I don't recall, I never want your memories. It's easy to say you caught me by surprise. Caught in the storm of your warm days of light. I can't deny you are my shining fantasy. あれだ、一番得意なブレーキングで逆にこの俺が抜かれた。何やってんの？どうなってんだよ、一体。信じられねえぞ、地元でお前が負けるなんて。それは俺じゃねえです。そんなに早かったのか、マノニさん。それも俺じゃねえです。早いことは早いですけど、それよりも信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がするんだ。俺はまんまとはめられて、結局あのざまだ。あいつら早いだけじゃない、頭いいですよ。よし、わかった、俺が敵を取ってやる。こりゃダメだ。よくやったな藤原、お前本当にいい仕事したぜ。ご苦労さん、気を抜いていいぜ、ゆっくり休んでくれ。よかった、無我夢中で冷や汗だらだらだったけど、凌介さんが京一さんの顔するのめったにないから、俺はちゃんと凌介さんの期待に応えられたんだな。けどこれいらねー。